サッカーブンデスリーガはドイツのプロサッカーリーグである。一部、二部それぞれ18クラブ、三部20クラブの合計56クラブが所属している。観客動員数では世界第一位のプロサッカーリーグである。一部と二部は DFL が運営しており、三部は DFB が直接運営している。そのため、 上位2リーグの正式名称が1、ブンディスリーガと2、ブンディスリーガであるのに対し、3部は3、リーガとなっていてその違いを反映させている。通常、ブンデスリーガといえば一部リーグのことを指すことが多い。ボルシアドルトムント対シャルケレイオンのライバル対決ブンデスリーガが創設されたのは1963年のことである。ドイツのブンデスリーガは、イングランドのプレミアリーグ。 イタリアのセリエ A、スペインのラリーが、フランスのリーグ1と共に、ヨーロッパの5大プロサッカーリーグを形成している。他のヨーロッパの国々と違い、ブンデスリーガに属するには、ヨーロッパで最も厳しいと言われる、ドイツサッカー連盟のブンデスリーガライセンス取得の条件を満たさないと、プロクラブとしてリーグに参加できない。そのため、スペインやイタリアのように多額な借金をすることは、 許されず、特定の選手に破格な年俸を支払うことも、健全的な経営の理由から認められないため、バイエルン・ミュンヘンや VFL ・ボルフスブルクのような資金力のあるクラブ以外は、スター選手を高額内積金を払って獲得するのは、極めて難しい状態である。また、オーストリア・ブンデスリーガとは異なり、チーム名に、親会社の企業名を入れることが原則、認められていない。 RB ライプツヒが、レッドブルを使用せずに、頭文字が同じとなる、造語の、ラザンボールスポートを正式名称にしているのは、このためである。フォルクスワーゲンの名称を使用していないボルフスブルクにおいても同様であるが、バイエルレバー空前などの例外もある。さらに、1990年代中頃から始まった各、ヨーロッパのサッカーリーグのアジアアフリカでの、 国際マーケティングにも出遅れており、イングランドのプレミアリーグやスペインのプリメーラディビションと比べて高額な国外テレビ放映検討を得ることができていない。このような背景から、各国代表クラスの選手の出戻り組や、近隣諸国の代表クラスの選手の加入もあって、リーグ自体は高水準を保ってはいるものの、有力選手の他国リーグへの流出が目立っており、近年は、 東流門リーグのような位置づけが強くなっている。とはいえ、ブンデスリーガの健全なリーグ及びクラブ経営は、様々な国々の模範とされており、日本サッカー協会も J リーグを設立した際はこのリーグをモデルとしたことは有名である。UEFA チャンピオンズリーグでは、バイエル・ミュンヘンが3連覇を含む6回、ボルシア・ドルト・ムントとハンブルガー SV が1回優勝を果たしている。 なお、ブンデスリーガとは、連邦リーグの意味であり、ドイツ、および同じドイツ語圏で、連邦制を取っているオーストリアの様々な、スポーツリーグで用いられている、曖昧さ回避のブンデスリーガを参照のこと。ドイツでは1962の63シーズンまで、各地域リーグの優勝クラブ参加によるトーナメントで、国内チャンピオンを決定していたが、1963年に、 全国リーグであるブンデスリーガンが創設された。1990から91シーズンまでは旧西ドイツに所属するクラブの参加によって行われてきた。1990年のドイツ再統一によって旧東ドイツ出身の選手も自国選手として登録が可能になったことで旧西ドイツに所属する有力クラブは旧東ドイツ代表クラスの有力選手を獲得するようになり、 1991から92シーズン以降は旧東ドイツの DDR オーバーリーガに所属していたクラブも参加する様になった。しかし資金力の差などから旧東ドイツに本拠地を置くクラブはカブリーグに所属することが多く、現在においてもブンデスリーガ一部には旧西ドイツ地域のクラブが多く所属する。UEFA ユーロ2000で ドイツ代表が悪い結果になったことをきっかけに、ブンデスリーが一部、二部のすべてのチームにユースチームを設立する義務をした。一部と二部それぞれ36チームにユースアカデミーを設立した。2006から07シーズンから外国人枠を排除し、登録選手のうち12人がドイツ人選手でなければならない。また、育成改革も行われて6人の登録選手が、 地元で育成された人ではないといけない。2007から08シーズン後の再編図2006年、新たに2008から09シーズンより、ブンデスリーガ3部が発足することが決定された。2007から08シーズンの結果に基づき、ブンデスリーガ2部からの広角クラブと、南北の2リーグに分かれているレギオナルリーガーの上位クラブによって、3部リーグが構成された。その下に、 レギオナルリーガの下位クラブとオーバーリーガの上位クラブによる4部リーグとして、レギオナルリーガが再編成された。2007から08シーズンまでのレギオナルリーガは、南北2リーグであったが、2008から09シーズン以降の新たなレギオナルリーガは3、リーグ構成となった。各、レギオナルリーガで優勝した3クラブが、ブンデスリーガ3部へと昇格する。また、以前は、 B チームがブンデスリーガへ昇格することは不可能であったが、この制度改革以降その制限はなくなった。ただし、A チームと同じディビジョンでプレーすることは認められない。2012から13シーズンは、バイエルン・ミュンヘンとボルシアドルトムントが優勝を争っていたが、バイエルンがドイツ勢初となる、ブンデスリーガ、DFB ポカール、UEFA チャンピオンズリーグの3冠を達成した。 バイエルンは他にもリーグ戦最多地点、最速優勝、最多勝利など数々の歴史を塗り替えた。2020から21、シーズンアウクスブルクバイエルンドルトムントレバークーゼン、シャルケボルシアメンヒエングラートバッハフランクフルトヘルタ、ボルフスブルクマインツブレーメンホッフェンハイム、フライブルク RB ライプツィヒケルムニオンベルリン、ビーレフェルトシュトガルト20の21、 シーズン所属クラブの所在地2020から2021シーズン終了現在2016から17シーズンの平均観客動員数は42,388人で欧州リーグで1位であった一方2016から17シーズンの集客率は91.27%で欧州リーグで2位であった 1977年から1986年までドイツでプレーした奥寺康彦がブンデスリーガでプレーした最初の日本人である。80年代では風間八弘や尾崎和夫がプレーした。その後しばらくは日本人選手がドイツへ移籍することはなかったが2002年に高原直弘がドイツでプレーし日本人初のブンデスリーガハットトリック。 シーズン二桁得点を達成した。2010年頃からは、長谷部誠や香川真嗣内田篤との活躍もあり多くの日本人選手がドイツでプレーする機会が増えた。2014年9月には YouTube にあるブンデスリーガの公式チャンネルで歴代日本人選手特集が行われ、歴代日本人選手1位には香川が選ばれている。2020年6月に、 ハセベマコトが、ブンデスリーガにおいて、アジア人で、史上最多となる309試合出場を果たした。ありがとうございます。